皆様こんにちは、ゆめのです。今週もハンドメイドアクセサリーの新作が完成をいたしましたので紹介をしようと思います。それでは始めていきます。はい、今週はちょっともう動画でちょっと出しちゃったものが多いんですけど、紹介をします。ちょっとね種類としてはあまりないんですが、珍しくちょっとピアスバージョンも作ったのでちょっと多く感じるかもしれないんですが、種類で言うとね5種類くらいになります。はい、では紹介していきますね。まず、こちらからいきますね。こういう球体になったスフィアというシリーズで、これはねパールとクリスタルがくっついているちょっとジュエリーっぽいものをですね、こういうちょっとね今回の色がこれが翡翠という色で、ちょっとねグリーンをイメージしたホログラムを入れていて、プラス今週からちょっとかなりシンプルになっちゃうんですけど、これはこれでちょっと可愛いのでこれも販売をしようと思いまして、もう見たまんまなんですけど、こっちはねジュエリーに仕上げたもので、こっちはもうめちゃくちゃシンプルに球体です。こんな感じ。これをがまず1種類目で、カラーはね両方とも翡翠というカラーです。で今までね話したことがなかったかもしれないんですけど、このキラキラのねスフィアのこのシリーズなんですけど、これ毎回着色料を1色も使っていないんですよ。カラーを全部ねホログラムでこの色を出していて、後ろがねこのちょっとパールっぽいものがあるんですけど、これも着色料ではなくって、ネイルのパウダーでちょっと色をかぶせていて、こうするとねホログラムの翡翠のカラーがすごく綺麗になるので、なので色を使っているとしたらここの部分だけで、あとは全部ホログラムのカラーになります。で今回はこの緑っぽいカラーの翡翠というカラーになります。こっちはもういつも紹介してるんですけど、こっちはねすごくこの光の反射で分かっていただけるかと思うんですが、かなりねこういう本当にね万華鏡みたいな感じですごく綺麗です。これがね大きさなんですけど、こっちのいつものパターンのものはもうこちらはこんな感じで 1.5 センチになります。でこっちですね、この何もついていない方がこっちもね1センチより少し大きいくらいなので、あんまり差はないんですけど、これだとねかなり華やかなんですけど、これだとね耳元をコンパクトに彩ってくれるので、すごくねキラキラするようにしております。そんな感じで、これが球体のもの、ジュエリーのものとめちゃくちゃシンプルなものですね。はい、2種類目もスパークルちゃんで、スパークルちゃんの今回こっちのね結構こちらもまた絶妙な色なんですが、これはカラーはスノーというカラーになります。これがジュエリーのタイプで、これがシンプルなタイプ。もうね光の反射がすごく綺麗で、着色料を使っているとこの反射がね色付きになるんですよ。グリーンだったりブルーだったりイエローだったり、着色料使っていないのでこういう感じでね、ほんとガラスを通しての光みたいなものになるんですが、こっちはねもう本当にゴージャスな感じで、こっちはほんとシンプルです。でねこれはスノーというカラーなんですけど、スノーって雪なんですけど、冬の雪ってちょっと青みがかってるイメージがあって、まあ雪は冬にしか降らないんですけど、なんかちょっとその冬の寒さとかそういうのをイメージしたくって、普通にね白いホログラムだけでも良かったんですけど、ちょっとね淡いブルーのかかったホログラムも入れているので、すごくね神秘的な感じになっております。ちょっとひんやり感がありますね。冬につけるとかなり寒いかなという感じはあるんですが、近づけてみるとこんな感じですごく変光でいろんな角度に光ります。サイズはさっきのものと全く一緒なので 1.5 センチと、飾りがなしのこういう感じになります。この飾りがなしのものも実は結構おすすめで、耳元をねキラッとシンプルにキラッとさせたい方はこっちの飾りなしがおすすめです。このシリーズってねこの上が透明なんですよね。それで今週から実はちょっと使うレジン液を変えたんですよ。私天然石とかの透明感を大事にする方は星の雫っていう全然黄変をしない本当にすごく品質のいいものを使っていて、一応今まで今回より前まではいつも普通に使っているレジン液を使ってたんですけど、ちょっと今回からこのシリーズスパークルのシリーズもここねせっかく透明なのに時間が経ってね
ちょっと黄色くなってきたらすごく悲しいと思いまして、せっかくだったらね、ずっとこのキラキラ感が、まあ言ってしまえば応変しちゃうとこのキラキラにちょっと気ぐすみがかかっちゃうんですよね。それはちょっと悲しいので、ちょっとね、かなりたくさんレジン液使うんですけど、こちらもね、あの星のしずくという、あの応変をしにくい高品質のレジン液に変えています。ただね、そのレジン液もね、あの値段は結構高いんですけど、あのメリットもたくさんあるので、あのお値段は特に値上げとかは、あの元々あるこちらも値上げをしていませんし、こちらに関してはあのクリスタルとパールがないので、あのお値段が少しあのお安くなっています。はい、そんな感じです。はい、次がですね、こちらになります。あの本当にあのハンドメイドに救われたという動画でね、紹介しておりました、あのいびつなかなり不揃いの淡水パールちゃんの3連のイヤリングとピアスになります。もうこれはね、こうして並べると本当にあの不揃いなものになっちゃうんですが、もうこれは本当に純粋にね、やっぱりあの人間って完璧じゃないもんなって思ったら、やっぱりこういうデザインも必要だよ世の中には、ということで作りました。もうこれは文句なしに、あのたっぷり淡水パールをしっかり使った、もうかなりあの贅沢なものになります。綺麗なね、まん丸の淡水パールが好きな方からしたら、なんじゃこりゃって感じかと思うんですよ。特にこれとかとこれとかね、すごい形なんですけど、まあね、あの人間らしくていいじゃないかというふうに捉えていただければと思います。耳につけた感じはね、結構長いんですよ。このくらいかな、ピアスで言うと。ピアスだとこのぐらいになるので結構長めなんですけど、あのちょっとね、一癖ある感じで、特にこれとか、あのいびつな形なんですけど、あの結構ね、揺れるデザインのピアスが好きな方とか、もう単純に本当にあの結構個性的な淡水パールが好きな方とかね、そういう方には本当におすすめです。もうこれはね、あの形がね、本当に淡水パールってやっぱ天然のものが私は好きで、あの養殖のものはね、めちゃくちゃ揃ってるんですよ。丸がもう全部同じってなるんですけど、やっぱ養殖じゃないとね、あの結構こういうことになるんですけど、本当にみんな違うなって感じなんですが、まあ、これがやっぱりあの天然の淡水パールのいいところかなとも思ったりもするので、こちらは、まあ、私を救ってくれたという意味もあるんですが、まあ、感謝も込めてこれもね、今週販売しようと思います。はい、次がですね、こちらになります。こちらもあの動画でお話をしていたものになるんですけど、イヤリングとピアス作ってみました。これはね、あの比較的淡水パールの中でも綺麗な方を選んでいます。さっきのはね、あのさっきのと分けているので、これは結構綺麗に丸が揃ってるかなと思います。まあでも天然なんですけどね、かなりやっぱり個体差があるのかなと思うんですが、でこちらはちなみにあのスモーキークォーツになっていて、でね、このスモーキークォーツをね、結構色味がね、透明だったりグレーだったり黒っぽかったり、かなり個性的な石になるんですよ。本当に1回の注文で届いた、あの例えば 100g の中でもね、本当にばらつきがあって、ただちょっと今回はね、あのそのばらつきを生かそうと思いまして、あの淡い色、黒い色、黒い色、淡い色っていう感じで、ちょっと交互にして繋いでみました。もう最近あのあまりゆらゆらするものをちょっと避けてはいたんですが、やっぱり私が結構揺れるデザインが好きなことと、あの女性の耳元でね、あのゆらゆらするイヤリングってすごく綺麗にあの見えるんですよね。で、女性らしいですし、でこちらに関してはもうスモーキークォーツはね、もう本当に一人一つ持っていてくださいねと、あのパワーストーン屋さんがね、あのおすすめするくらい、あの本当にあのを守ってくれるのはもちろんなんですけど、あの本当に魔除けですね、魔除け効果とか、あとあの心を安定させてくれたりっていう効果があって、であの淡水パールもね、あのさっきは言わなかったんですけど、魔除け効果があるので、もうこれはね、本当にお守り的なあのアクセサリー、イヤリング、ピアスになります。はい、でね、あのいつものゴールドのビーズもね、やっぱりあのアクセントとして乗せていて、本当に私はゴールドが好きなので、これは6センチくらいあるので結構長いんですが、最近もうね、ずっとマスクの邪魔にならない揺れないものを作っていたんですが、久しぶりにちょっとこういう、かなり長いです。こんな感じでね、かなりゆらゆらしてくれるのでね、あのゆらゆら好きの方にはたまらないかなと思います。はい、はい、でこちらが最後になります。これはね、アメジストとローズクォーツになります。もうさっきのあのスモーキークォーツとデザインはほぼ一緒なんですが、
こんな感じで今回はアメジストとローズクォーツを別々にしました。そのことでね、ちょっと紫とピンクがはっきりして可愛いかなと思ったことと、結構ねアシンメトリーな左右対称じゃないデザインが可愛いなと思いました。こんな感じで天然石の相変わらずさざれなのでポコポコしてるんですけど、ちょっとねこれも一応ここの淡水パールは一応選んでるんですけど、やっぱりねかなり個性がありますよね。アメジストとローズクォーツが、愛情とか恋愛とか、あとは心の安定、精神の安定っていう効果があるのと、プラスも淡水パールを入れているので、こちらもね本当に完全にお守りとして活躍をしてくれるデザイン、そしてお守りとして活躍をしてくれるパワーが入っております。はい、そしてねさっきのと大きさは一緒なんですけど、こちらもかなりゆらゆらと揺れてくれますね。やっぱり揺れるものって可愛いんですよね。これ私イヤリングなのでこっちつけてみたんですけども、本当に可愛くって、私は結構ピンクも紫も大好き人間なので本当にね自分で作って、これ作りながら元気になったっていうのもあるんですけど、本当に可愛くって販売どうしようかなってかなり悩んだんですけど、やっぱり救われるって本当にあるんだなって思ったので、やっぱりねちょっとそういうのを求めてる方をね、私は救いたいっていう気持ちがやっぱりどこかにあるので、販売しようと思って今回販売をすることにしました。これが、今回の新作の、最後ですね。クローバーのフレームにね天然石を入れまして、淡水パールを入れまして、もうこれをつけておけば守ってくれますよというイメージで作りました。特にこっちは愛情とかをね強く求める方におすすめです。全体的な魔除けというかお守りとしてはねスモーキークォーツもおすすめなんですけど、ちょっと恋愛とかそういうのが入ってくるとこっちのねアメジストとローズクォーツの方がおすすめかなと思います。新作の紹介は以上なんですが、先週から始めましたノベルティですね。ノベルティ今週も作りました。で今週ちょっとね悩んだんですけど、今週が販売が9日、今日木曜日なので明日の9日え金曜日から販売を新作の販売するんですが、ちょっとねもうクリスマスも近いので今回ノベルティの期間を長くしようと思いまして、その分ちょっと数も多くするんですけど、このねちょっと大人っぽい濃い赤、大人っぽい赤ですね、パキッとした赤というちょっと大人っぽい深みのある赤のホログラムの入ったハートのピアスイヤリングを今回ノベルティにします。こんな感じです。大きさはちっちゃいんですけどね、ちょっとね黒っぽさのある赤にあえてしてます。大人っぽいクリスマスをイメージして、ちょっとね緑のハートも一回作ったんですけど、あんまり可愛くなくって、やっぱ赤だなって思っちゃいました。これはねこれは12月9日から12月25日のご注文まではこのクリスマスのねイメージした赤いハートのピアスもしくはイヤリングのこれがねノベルティになります。今回ちょっと期間が長いので先着10名様とかではなくって、もうご注文いただいた、リピーター様もしくは2点以上ご購入の方、どちらかに当てはまる方もしくはねありがたいことに両方当てはまる方もいらっしゃるんですが、こちらをノベルティとしてお届けいたしますので楽しみにしていただけたらと思います。ほんとちょっとねかなり考えてハートの赤をねちょっと大人っぽい赤にしたかったのでちょっとダークな感じにしました。はい、こちらが今週というか25日までのノベルティになります。こんな感じでねプチッとしたハートです。はい、そんな感じで新作の種類はそんなにはないんですけれども、今週はかなり思いの詰まったものが多い週となりました。そんな感じでね今週の新作はこちらになります。販売はねいつも通りなんですが、12月9日の金曜日朝8時から新作は販売がスタートいたします。で、ノベルティは先ほど紹介しましたこちらの赤いハートちゃんです。はい、そんな感じでねもう今週は私を救ってくれたものを大量に詰め込んでしまったんですが、天然石ってすごいな、淡水パールってすごいなと思っております。そんな感じで今日の動画はこのあたりで終わりにしようかと思います。いつも最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。